はい、それではパート4を始めていきます。前回このボンビの村をクリアして、で今回ですね、北に、さらに北に行って、並び洞窟っていうところをクリアしようかなと思ってます。じゃあ行ってみましょう。はい、さらに北に行くと鬼が、新しい種類の鬼がいくつか出てくるんですけど、はい、確か火炎瓦かな、火炎瓦っていう敵が出てきたと思うんですけど、確か並び洞窟のを抜けた後でも出てきたような気がするんですよね。あと緑鬼っていうのが出てくるんですけど、多分先でも出てきたような記憶があるんで、ちょっとここは進んでしまおうかなと思います。で、その前にここのスズメのお宿っていうところに寄っていきます。お宿1、全部で何個か、5個くらいあったような気がしたんですよね。桃太郎か、もう並び洞窟には行ったか。おそらく今までの中で一番大変な場所じゃ。10段でも辛いやもしれん。なるほど、無調整少しずつ進むことじゃ。今10段ちょうどか、それでもきついかもっていうことなんで、ちょっとじっくりここを拠点にしつつやっていきたいと思います。主中桃太郎さん、抜け出し仙人様からのことづてです。並び洞窟の鬼たちは今までで一番手強い。無理せずピンチになったらすぐ抜け出しの術じゃ。そうおっしゃってました。役立ててくださいね。確かに。ここで使えるかもしれないですね。抜け出しでフィールドに戻れるので、活用していきましょう。術ポイント8使うから8は残しといた方がいいって感じですかね。主人桃太郎さん、並び洞窟の治水コウモリはこっちの守備力を下げる攻撃をしてくるそうです。恐ろしいですね。桃太郎さんも十分に気をつけてください。ありがとうございます。いい情報だった。桃太郎さん、南東にある稲妻仙人の居寄りにはもう行きましたが、仙人の修行を受ければ稲妻の術を覚えることができますよ。鬼たちの成功を祈りします。なるほど。先に行っといた方がいいかもしれないですね。桃太郎さん、この宿から東へ行くとカード仙人、南西に行くと抜け出し仙人です。おー、カード仙人まだ行ってないですね。武器屋、スズメの武器屋、強い、30、19、今脇差し装備してたんですよね。確かお金が預けちゃってるのか。一枚堂、竹の堂、防具は変わってないかな。スパイアさんも上げといた方がいいのかもしれませんね。どうだろうな。ほい、市長桃太郎さん、並び洞窟でケンケンという鳴き声が聞こえたそうです。ひょっとしてキジさんかしら。そうか、ここで初めての3匹のお供を仲間にできるかもしれないですね。北の並び洞窟にキジが迷い込んだそうです。おー、鬼に捕まってなければいいんですけどね。フラグなので多分捕まってるでしょうね。いらっしゃい。茶店。グレミのか、ちょっと欲しいですけどね。これは、村人が言ってたやつですね。駅舎がいるって言ってたやつですかね。ことわざ、駅に塩をおる、そのアホな。なるほど。はい、うむむ。見ればその場でピタリと当たる。よいよい、何も言わずともお主が何を聞きたいかはよく分かっとる。来年のセリーグのテナントレスにしようかな。そうじゃろ、そうじゃろ。わしには分かっとるぞ。何違う、わはは、分かっとる。まず髪のキャブじゃよ。ところでお主は鉄のうんちを連れておるのかな。連れてます。この先鉄のうんちを連れていると、ちょっといいことがあるぞ。何連れているかいないか見れば分かるだろうとな。なるほど、なるほど。抜け出し、千人の4人はもう行ったのか。抜け出しの術がないとこの先洞窟で苦労するぞ。そうですね、行きました。親切、なるほど。よしよし、それでは一つ占うとしようか。まずお主の名前を教えてもらおうか。桃太郎でいいのかな？自分の名前？文字がいっぱいだから自分の名前なのかもしれないですね。じゃあ、わーい、すーだ。これでいきましょう。割る、ほい。わしはよろしいかな？はい、よろしいです。そうじゃろ、わしには分かっておくぞ。話は鬼退治の旅をしているのじゃ。ちょっと違う。ついでだから、はいではあるのかな？はい。分かっておった5つの宝物は、今のところまだ探してないですね。
うんうんうん。それではここでお主の勝負、気になるアイテムの名前教えてもらおうか。じゃあ、キジさんにしましょうか。それでよろしいかな。はい。お主は愛と正義の子、友情の大切さを知っておるはずじゃ。どんなことがあっても友情の大切さを忘れていかんぞ。わかりました。並び洞窟のコウモリたちに稲妻の質が来て言ってたよ。言ったってよ。なるほど、俺たちはそんな術できっこねえだよ。そっか。かぐや姫と勇気の剣について知っていますか？よくわかんないです。エンマを懲らしめるには勇気の剣が必要です。受け取りの村にいるかぐや姫が勇気の剣を持っている人です。本当に勇気のあるものにだけ勇気の剣をくれると言われていますが、桃太郎さんならきっと勇気の剣をもらうことができますよ。どうだろう、カードを集めてるだけではあるんですけどね。この巻物を誰に渡せばいいんだっけ。思い出せないな。何太郎だったっけ。誰ですかね。ことわざ、猿も木から落ちを言う。そのアホな。ことわざ、読めない。36形、逃げるに叱らず、黙らず、叱らず。叱らずかな。そのアホな。ちょっとやってみましょうか。いらっしゃい、ここはスズメのつづら屋です。50両払ってつづらを開けるといろんな商品が当たります。チュチュン。あー、なるほど。これが当たると。竹の水筒、サンゴの札。おー、なるほど。国の霞。遊びたいけどお金がないな。お金が足りません。ちょっと説明を聞いてみましょうか。あー、そういうことか。ダンゴ、サンゴの札。この辺は隠しアイテムで手に入れましたね。隠れ身の戦力発見。技が20回復は結構いいですね。戦闘中使うと必ず回収に刺激になる。これもいい。ちょっと欲しいんですが、やめておこう。ちょっとお金貯まったらまた来てみます。そしたらまずは、並び洞窟行く前に、仙人様のところ行ってみましょうか。緑鬼。初めて出ましたね。じゃあ、とりあえず地獄瓦から倒してしまって、野主くんは殺してくれなくて、おー、よかった、かわした。敵鬼から倒す。よかった、効かないんだ。よかった、よかった。おー、強い強い。そっか、術使ってくるんですね。これより後の鬼は。倒せるかな。オッケーオッケー。スノウンチくんが大活躍。20両。よし、じゃあ入っていきます。こっちはどっち1000人だっけ。BGM がいつもと違う。わしはカード1000人じゃ。カード1000人。おー、さすが桃太郎じゃ。もうこれほどの枚数のカードを集めるとは。おー、カードをたくさん集めてわしのところに持ってくるとええことがあるぞい。そこでカードを集めるのに役に立つものを授けよう。おー、カードあるわ。ここできましたね。いやいや、これがあればカードを手に入れるたびに自動的にアルバムに入れてくれるのじゃ。持ってるカードが見たくなったらローコマンドでアルバムを使えばいつでも見ることができるぞい。よいか、カードが溜まったら必ず持ってくるのじゃぞ。わかりました。若い時の苦労は買ってでもしたくない。そのアホな。なるほど。カード戦に。よし、カード集めてきたので、今持っているカードは22枚じゃ。カード集めたご褒美に、雲の糸を授けよう。うっそー。ちょっと待って。これは、アイテム整理してきた方がいいかもしれないですね。こけし一旦捨てて、雲の糸、カードアルバムも一つになってしまうんですね。枚数によってご褒美がもらえるっていう感じのシステムなんですけど、小さなメダルの集めるタイプみたいなやつですね。1枚以上でカードアルバムで、10枚以上もらうとさっきの雲の糸で、15枚以上だと羽衣も、で、20枚以上でトイチア剣っていう感じなので、次は25枚になるんで、多分22枚持ってるとあと2つぐらいもらえちゃうみたいなんで、一旦ちょっとアイテム整理してきますか。お、出ましたね。火炎瓦。
ここで火炎瓦がまあまあ出てくるんで、ここでカードを取っちゃってもいいかもしれないですね。ちょっと強めかな。あ、でも一撃だ。オッケー、火炎瓦。おー。金運。鉄のうんちくんにもあるんですね。オッケー、オッケー。じゃあ、こっち行ってみましょう。おーし。これは岩がある。わしは稲妻仙人じゃ。稲妻の術は、鬼たち1グループに打撃を与え、道にある岩を粉々に砕く術じゃ。この術を覚えるのは、桃太郎がふさわしい。早くわしの術を覚え、鬼たちを懲らしめるのじゃ。しかし、そのためには、わしの血と厳しい修行を受けてもらうぞ。そして、そこにある岩をエアボタンを押して、できるだけ早く108回か、叩くのじゃ。自力でやるのじゃぞ。決意図をしたらもらうぞ。よし、じゃあ行ってみましょうか。とにかく連打って感じなので、開始。これは早いのか遅いのか、わかんないですけど。ふぅ、ちょっと休憩して、抜けいきます。おー、崩れた。稲妻の術を授けるぞ、うきゃきゃ。ふぅ。いやー、得しましたね。もしかしたら時間は関係ないのかもしれないですね。108回叩くと壊れるみたいです。ことわざ。遠くて近くは男女の中。まあ、ほな。オッケー、じゃあ術、稲妻。1グループはちょっといいですね。結構物理系で攻めて、普通の攻撃しか桃太郎はいつもしないので。オッケー。で、もう一回話す。わしは稲妻仙人じゃ。桃太郎か。稲妻の術をうまく使いこなしていくか。これをお前にやろう。これを見て仕組み始めよう。よーし。カード手に入れましたね。せっかくなので一回ちょっと見てみましょうか。使う。こんな感じなんですよね。で、ページをめくって、一応カテゴライズがあって、仲間、まだまだ全然なんですけどね。この辺は初めに手に入れたやつですかね。村人カードで。うん、なるほど。で、あと、仙人カードっていうのもあるのか。金丹抜け出し早足。稲妻は、いましたね。稲妻仙人がいて、って感じで、ボス鬼は、ボソボソ必ず手に入るので、金の鬼まで倒してますね。で、鬼がまあまあ倒したんですかね。赤鬼、鬼瓦、黒鬼、青鬼、黄鬼、地獄瓦とか。そんな感じかな？うん。よし。はい、カードアルバムはこんな感じですね。じゃあ一回ちょっとアイテム整理していきますか。はい、ちょっと実家に戻ってきました。おじいさんに話しかけていきます。桃太郎、カードアルバムを持っているのかい？なら、わしらのカードをあげるからアルバムに入れておくれ。おじいさんカードを手に入れた。おばあさんカードを手に入れた。たまにはカードを見てわしらのことを思い出しておくれよ。いつまでもわしとおばあさんはお前の借りを待っているよ。ありがとうございます。こんな感じで、カードアルバムを手に入れてから、おじいさんおばあさんと話すと、カードを手に入れることができます。おばあさん帰りました。帰り、桃太郎。ただいま。今日はゆっくり休んでおき。おー、こんな感じで無料で寝られるんでしたっけね。近くの人いつでも帰っておいで、くれぐれも体に気をつけるんですよ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと見ていきますか。カードアルバム。ここにおじいさんとおばあさんが入ります。よーし。じゃあちょっと道具を使って戻ろうかなって思っちゃったんですけど、どうなんだろう。この実家が村判定ならちょっと村に、この実家に戻っていっちゃうんですけど、羽衣も結局使わなかったんで使ってみます。最後に立ち寄った村に戻ります。どうだろう。どこに来るかな。おー、よかった。ボンビ村に来た。
ってことは、道中必ず通らなくちゃ南に行けないおむすび村とか、あとはさっきの実家は村判定ではないみたいですね。よかった帰れて。最悪歩いて帰るしかなかったかなってちょっと思っちゃったんで。うん、オッケーオッケー。ちょっと行ってみますか。おー、やった。火炎河原カード手に入れましたね。スルメカ10体倒してたんだ。はい、もう一回ちょっとカード仙人のところに来ました。わしはカード仙人。じゃあ、カードは溜まってるか。よしよし、それではもうこれで、これもお前のアルバムに入れておくれ。あー、先にカード仙人カードが手にあるんですね。で、よくぞカード集めてきたな。27枚。25枚までもらえるって感じかな。カゴロも、もういっぱいか。そしたら一旦大根を売っちゃいますか。OK。27枚。スイッチやけん。ここも大根を捨ててしまって、ちょっともったいないですけどね。おー、極意書かな。極意書をもらった。OK。そしたらここで、ロケーション1個を消しちゃいましょうか。オッケー。うん。オッケー、27枚。てんてんてん。この枚数では褒美あるにはしたりの。またカードが溜まったら来るがよい。わかりました。一旦こんな感じですね。30枚以降だったかな。まあ、また25枚以降か。集まったらまた後に行きたいと思います。心の数が増えるのが極意書。トイチャ券、その場でトイチャにお金を預ける。そんなカードが。よし、じゃあ行ってみますか。はい、すいません、戻ってきました。じゃあ、開けてみましょう、つづらや。じゃあ、はい、じゃあやってみましょう。遊ぶで。さあ、どれにしますか。これ。おー、スズメの涙か。大丈夫です。こんな感じで、ルーレットで、50両で。一回ルーレットが回せるって感じですかね。スズメの涙か。そうだな。預けておきましょう。ここ、覚悟は良いな、勇気の雇用。はい、ここに戻ってきたので、並びでおく。ちょっとレベル上げつつ、じっくり進んでみたいと思います。じゃあ、左から行ってみようか。どんな感じかな？お、宝箱だけかな。おー、おにぎりか。おにぎり。こんなところにおにぎりがあるのか。これはここだけみたいですね。おー、治水コウモリ、コウモリ。ちょっと強いって聞いてるので、稲妻でちょっと治水コウモリはやっつけちゃいましょうか。威力は差があるのか。オッケー、めちゃくちゃ強い。あー、でも一撃では倒せるのかな。守備力も下げられなければそんなでもないのかな。34。オッケー。回復はまだいいかな。じゃあちょっと、次の隣の行ってみましょうか。どっかが当たりで住むところだったような気がするんですよね。よっしゃ、入ってみましょう。こっちは続くかな。おー、長いぞ。おー、めちゃくちゃ出てきましたね。こっちがやっぱり進む方だったかな。なんか音が聞こえますね。なんか言ってる。お、なんかやってる。これは絶好調の合図、予兆ですかね。よいしょよいしょ。ふう、ダメだ。どうしてもこの岩が動かせねえだよ。誰かこの岩をぶっ壊してくれねえだろうか。これは、あー。そしたら、術かな。術で稲妻を使ってみましょう。稲妻の術を使った。稲妻ーン。これで岩が壊せますね。いやー、ぶったまげただ。ありがとう、桃太郎さん。ほら、デンスケかな？デンスケって言うんだ。桃太郎さんのおかげでまた穴を掘れてたよ。俺にこれをやるだ。おー、仙人のコスミだ。ありがとうございます。これはありがたく頂戴しましょう。
エンヤトット、エンヤトット。ここはまだ、今は通れない感じなんですかね。もう絶好調になった。よし、このままちょっと、レベル上げていきましょう。ん？オッケー、レベル11か。体力の数が62に増えた。おー、やった。で、治水コウモリカードも手に入れたと。よし、あとはコウモリカードかな。おお、大コウモリが出てきた。強いような気はするんですけど、グループじゃないからあんまりなのかな。じゃあ、危ない治水コウモリからやっつけよう。コウモリ。守備力下げられてなければそこまでではないかな。よし、OK。一発で倒せるかな。おー、ナイス。で、トゥンチ君のおかげで一発で仕留められました。で、おにぎりと、おー、やった。で、コウモリカードも手に入れました。よーし。はい、戻ってきました。じゃあ、こっち行ってみましょうか。こっちは、あー、なるほど、こんな感じか。下に宝箱があると。寝る、おまんじゅうか。こんなところにおまんじゅうが。15回復すると。いけないいけない。よし。よし、出口出ちゃって。左に宝箱があったんで、ここ行ってみましょうか。おー、千人の霞か。OK、2個目ですね。よし、じゃあ、隣の隣に行くか。あと3つですね、穴も。この宝箱と。おにぎり、おー。ありがとうございます。食べれるかわかんないですけど。そしたら、こっちじゃなくて、一旦右端行ってみましょうか。まんじゅうか。うっそー。これって家にするとなくなったことになっちゃうんでしょうか。ちょっと家にしてみるか。もったいない。あ、ちゃんと閉まるんですね。よかった。1,2,3,4,5,6,7,8。そっか。1人8個ぐらいまでしか持ってないのかな。そしたら、帰れる距離ではあるんですけど、ちょっと道具使ってみたくて、蜘蛛の糸使ってみます。洞窟跡から一遍で外に出られます。使ってみましょう。外出をするとなくなると。あー、なるほど。出た穴の入り口に戻ってくるって感じですね。OK、お金が貯まったので、ちょっとこの歯切りの刀っていうのを、かなり攻撃力上がるんで買ってしまおうかなと思います。下取りでよかったんだ。500集めてしまいましたね。じゃあ、この花388か。もったいないけど買っちゃう。OK。大丈夫です。ありがとうございました。これで一応、バラジも変えてもいいかもしれないですね。お金ちょっと余ってるし買っちゃいましょうか。ネズミの旅。ちょっと今更って感じもしちゃうんですけど、買ってしまいましょう。これで多分先手を取れるんじゃないかなと思うので。装備。OK。今できる最強装備になったので行ってみましょうか。あ、よし。手に入りました。緑色のカードを。よーし。よし、手に入れました。大コウモリカードですね。これで並び洞窟の鬼は全種揃えられたかなと思います。よし。よし、これで取れました。じゃあ、一個左のルート行ってみましょうか。おー、奇跡的に敵が出なかった。よし、行ってみます。
OK、じゃあこのまま進んでいこう。地下に降りて、ここはさっき右下の方行きましたもんね。で、ここにキンキがいるのかな？あ、やっぱそうだ。ケンケン、ありがとうございます、桃太郎さん。鬼に捕まって、もうじき食べられるところでした。危なかったね、本当に。ご恩返しに旅のお供をしとうございます。腰につけた銀弾を一つ私にくださいな。持ってるんですけど、家だとダメなのかな？ケンケン、桃太郎さん、あんまりです。すみません、そうなことをおっしゃらずに。あ、なるほど、なるほど。一回動けるようになると。出ることもできるのかな？ああ、できるんだ。なるほど。じゃあ、戻りましょうか。で、ああ、そっかそっか。じゃあ、仲間にしちゃいましょう。メリットしかないので。あげる。意見ありがとうございます。おー。肘が共に加わった。肘が加わったので、桃太郎の攻撃力が5上がった。いい。守備力が15。おー、いい。